1A おうこんにちゃ玉たま先生やれ今日からセンター数学1へみんなでやっていこうか数学ってみんな苦手やし一人やと勉強しにくいっていうことやからまあ俺と一緒に勉強したったら少しは分かりやすくなると思うわ他にも学校の先生とかでこのアニメを見とる人っていうのはウェブ玉塾は無料やしなかなか一人一人の面倒見られへんっていうところもあるから 思いっきりたくさん利用したってくださいね。ほな、最初に注意として言うておくとここではセンターでの点の取り方を勉強法としてやっていくから、まあ、逆に言うとなその数学の面白さとか裏話とか本当の数学っていうその奥深さみたいなそういうのは高校の先生に授業でしてもろてや玉先生も元は高校で理科の先生しとっただけやって数学はものすごく好きで面白い問題とかっていうのも知っとるけどそれってパソコンでやることちゃうねん。 本当の面白さとか深さってパソコンのアニメやったら伝わられへん考えながら迷って一緒に答えに向かっていくのが楽しいねんジェミー一番好きやったんはこれはまあ数学とはちょっと違うねんけど小学校の時1ミリメートルの正方形が何個うちの学校のグラウンドに敷き詰まるかっていうのをやってんけどあれはほんまにななんか感動したでもうあれはパソコンとかでポチポチ言うたかてわかるもんやないねん 実際に運動場出て、体でやって、ほんでみんなで考えながらできたーっていう、なんかこう、なんだろうな、数学ってほんと一人で解くもんやけど、解くもんかどうかわからへんけど、んでも、やっぱ基本的に一人で解くやん。そうやけど、あのクラスでの一体感みたいなのは、やっぱなんか子供ながらにものすごいいい思い出になってんねん。これを見てる数学の先生とかも、たぶんうんうんって思ってると思うし、数学ってほんと結構おもろいねんけど、やっぱり一人一人レベルが違うて、何回も復習してくださいっていう生徒と、 もうどんどんん先に進んでくださいっていう生徒とやっぱいっぱいいると思うねせやからそういう意味でもこのウェブ b 玉塾っていうのをたくさんの生徒に教えてどんどん使うてくださいねな今回は序章やいうことでウェブ b 玉塾の数学降りていくねまずはウェブ b 玉のアニメの説明やこのアニメは高校の数学の授業アニメ化したっていうやつでアニメやから簡単でやる意味ないとか点にはならへんのとかやないのっていうのとかとはちょっと違うね普通の勉強アニメって言うたら おもろいキャラクターにして楽しく勉強してその教科好きになってもらおうみたいなのがあると思うねんけどこの Web 玉塾のアニメっていうのは先生のもう一本の手になるみたいな感じやねんせやからやる内容とかっていうのもちゃんと点数が取れるようになってんでというのも俺が思うにやけど数学なんて特にせやけど手につながらへんならどんなアニメで楽しくやっても数学好きになることは絶対ないしまた見たいとも思わへんこのアニメは授業がアニメ化になっただけやから 授業みたく必ず手に繋がんねんただなんでネットアニメなんか言うとアニメはおもろい言うよりも脚本があるっていうことでものすごい利点があるんやアニメはな実際の人間が動いて授業する動画と違って脚本読むだけやからその場その場で考えながら言う動画とちゃうし言い間違いや無駄な説明もない実はこれで半分くらい無駄を省けんねん出したい文字もボタンでポンやからいちいち書く時間もいらへん せやから高校数学が4時間ってわけわからんくらい短くまとまってんねんせやからもし前とかでも復習がすぐできるっていうものすごい利点があんねんつまり朝8時にやりだせば12時つまりお昼ご飯前には全部復習完了やこれは生の人がやる動画にはできへんことやででもこれは最初も言うた通り点になるためのただの詰め込みでしかないから授業の予習や復習センター受験にはええけど授業の代わりにはならへんで 公式の証明や裏話、おもろい問題とかは一切やらへんから、そういうおもろいところは授業ならではの部分っていうのを楽しみながら、大学に向けての評点もバッチリ稼いでな。ってなわけで、ウェフタマジの役割、抑えられたかなそれができたら次は数学の勉強の仕方を抑えんで。さて、ここが数学嫌いの人。あと、数学嫌いの人をうまく直せへんいう先生必見の勉強法や。数学っていうのは理解と計算の2つがいるねんけど、 数学ががああかかんんっって人はこっちが決定的にあかんねん嫌いやから分からへんのやない分からへんから嫌いなんやつまり分かるようになったら好きになることもあんねん分かれは点数が取れるようになる点数になったらそんなん嫌いなわけないやんいっぱい点数取れるからやっぱりなんかそういう嬉しい気持ちとかで絶対その教科好きになるでほんでもな分かるって言うてもその理解っていうのがミソでこれには絶対暗記がいるね暗記ってう外やろでもこれはほんまに大切やで 例えばで言うたったら俺豚の角煮って好きでよう作んねんけど角煮って舌の上でとろけささなあかんねんそれでポイントなんが芋焼酎なんやとろけさすっていうのは分かっててもそのために何作ったらええのかっていうのを忘れたったらでけへんやそれが理解に必要な暗記やせやから説明聞くとああすやすやー言うて分かったーと思っていざ自分でやってみるといまいち分からへんってあるやろあれはその流れや公式を忘れてるだけやねん 芋焼酎使うを忘れてああ俺には所詮せくには無理あったんやみたいに悩んどるのと一緒や柔らく刺すっていうのは分かってんねんからあとは芋焼酎使うっていうのは暗記すりゃええねんそれと一緒やで公式とかを暗記すりゃええのにこういうのをやった途端にああやっぱ人文やとダメやったとかって勘違いしてほんで本当にわからんようになっていくんやせやからまずは人の話聞いて納得できればそれでこれを一番にしてやまとめるとわかるんが大事でわかればよしとする せやから玉先生が話しとるときノートを書いたらいかんで最初の数学アニメではとにかく理解をするこれだけやノートは書かんで実はノートを書くっていう作業っていうのは話すことの6倍時間がかかるっていうことやねせやからウェブ玉塾の内容をしっかり書こうなんてやりだすと結局やっとる時間の6倍時間をかけてしまうそれよりも1回書く間に6回見た方が絶対頭に残んねんせやから 普段ノートを書くのを慣れてる人はおると思うけどそれでも絶対俺を信じて書かんで待っとってみてやほんでウェブ玉塾が終わったらその後実践編この中で何回も何回もいろんな問題のパターンを繰り返すからこの中でどうやって使うんかっていうのがちょっとずつ分かるようになってって頭の中で暗記されていくようになるからせやから書かんでもえんやで実は書くっていうことが数学嫌いとか数学分からへんっていう生徒を一番作ってしまう原因になってんねというのも 数学のの時間ってていいうのは実は実割方が書るつまり計算の時間でなようあるやんこれ数学分からへん人はピンとくると思うねんけど「おこの問題が出たわー」言うて解き出して計算しようって計算して答えが出ると「あれこれを使って次どうするんやったっけ?」みたいな解き始める時っていうのは覚えててんけど計算し終わったらもた,もたもた計算してもうたから計算終わった時には何するか忘れてしもてんみたいなことがようあるわけや。 せやから勉強の時も考える計算考える計算考える計算で答えが出たってなったとしても結局間で入ってまうから説明聞いてても一個一個の時は分かってたのにこれがいざ3つ並んでみると分からへんみたいなことがようあるわけやほんでさらにそれが授業ってなるともう一人の先生で40人を相手にすなあかんから「ああですよこうですよ」っていう理解の部分を先生が言うて「はい分かりましたかじゃあみんなで解いてみましょう」言うて計算をみんなにさせんねん。 せやから分かってへんけど分かる部分っていうのを先生がやってもろてるから計算だけしかせえへんで答えが出てまうっていう感じになるわけやほんでもウェブ玉塾はこれをまるっきり逆転さすっていう感じやな計算は全部パソコンがやるウェブ玉塾がやる考えある部分納得する部分そして暗記する部分それをアニメでみんなに徹底してやってもらうみたいな流れになってもろってるからこの理解っていう分かる部分っていうのがものすごいできるようになるはずやね。でこれが分かるようになった。あと、 アニメや特訓編を繰り返してなんとなくつかめるようになったなーってなったら最後に玉先生の実況プレイを見ながら計算と一緒にやってみてな説明を聞いて分かる部分っていうのを先生が一通り話して教えてで「さやってみよう」って言って急に数学の壁登りなさいっていうような感じじゃなくてまず先生の話分かるようになりましたか分かるようになったら暗記をしてくださいほんでそれをどういうふうに使うのかっていうのを理解してね 最後にそれがちゃんとできるようになったか計算で試してみてねっていうこのきれいな階段状になるから今まで難しかった数学っていうのが解けるかもしれへんってなんねんどや分かったか解けるかもしれへんっていうのは解けるようになるか解けへんようになるんか玉先生はアニメを作ることしかでけへんこっから先はみんなの努力やで玉先生が手伝えるんはここまでや実際本番で問題を鉛筆カリカリ動かして解くんはみんなやみんなができるようになるかどうか 夢叶えられるかどうかは、ほんまに自分の努力だけやで。その場を作るところまでしかできへんけど、いいアニメになるように、精一杯アニメ作っていくから、一緒に頑張ってこな。ほな、序章はこんなところや。これから一緒に頑張ってください。